はい、ヤフーチューブどうもなんです。さて今日はね、ヘアスタイル解説またお題いただいたのでやっていこうかなと思います。はい、で今日はBTS ね、 BTS のこの Yet to Come っていう曲の時のヘアスタイルっていうことなんですけども、ちょっと7人多いからちょっと2回に分けます。はい、でやっていこうと思います。今日はで、まずは、J-HOPE くんでいいのかな、これって。あ、違う違う、シュガくんの、この写真はシュガくんです。ヘアスタイル。まあ、なんともないよね、別に。サイド、刈り上げ。センターパート、まあ、64、センターか64パート、耳3分の1ラインの長さ、まあ耳ちょっとかかる程度だね。半分までいかないかもしれないけど。で、まあ後ろは。まあ見た感じだよね。で、まあこの刈り上げの位置なんだけど、刈り上げはまあ2種類あるよね。まあ人によってだと思う、その濃さとか生えてる幅とかにもよるけども、普通にこめかみから8とかさ、耳上とかで取る人も、耳上1センチとか2センチとか、まあ、これぐらい取る人もいるだろうし、人によってはね、こう斜めに取りたいとかっていう人もいるだろう。3パターンぐらいの中、でもこれは髪の毛の生え方だったりとか、生えてる幅だったりとか毛量だったりとかによるから、一概にとは言えないけども、まあ、刈り上げして耳かけて、まあ、耳かけた時に横にねボリュームが出ないような感じで、もみ上げとかもあれだから、刈り上げバリカンでなくてもいいけど、ハサミで短く切ったりとかね。でバリカンだとさ、もみ上げがこんな残んないじゃない。だからヒントは堂本光一くんとかはさ、長いけどここでピッて残してるじゃん。まああんな感じよね。中だけちょっと短めにちょっともみ上げ部分を残してデザインをして、で上は上でも長めに残してっていうパターンとかでいいと思う。そこはね、どこまで残すかとかバランス取りたいかっていうのはビューさんに相談してやってもらった方がいいかなとは思います。まあ全然シンプルな感じで難しくはないですよ。あとはもうセットだからね、どっちか耳かけてとかっていうセットの問題だから、そんな難しいっていうことではないよね。で、なんだっけ、 テテね、のこの髪型、もうこれもこの時は刈り上げちょっと高い多いかもね、もしかしたら。僕だったらだよ、僕だったら書いちゃうか。
で、これで書いたんだけど、こめかみ耳上8って書いたんだけど、これはね、どんな感じでもいいんだけど、人によってね、違うと思うから。まあ、こめかみあたりから8、耳上通って、こめかみのこういうちょっと下にね、流れるような長さ。で、分けてあげる。で、分けてあげて、下は刈り上げなんだ、刈り上げなんだけども、まあ、短くね、そのバリカンとかじゃなくて、短く切ってあげる。で、襟足もちょっと長いじゃない、少し。そう、その分で合わせてちょっと長めに切ってあげる。で、上からこの七三パートの、まあ、耳半分ラインぐらいの長さでボンって乗っけてくる。うん、そういうデザインに僕だったらするから。うん、なんかこの上が重いのに関わらず、下のこの辺の襟足の方が軽いから短かったりするから、つな、まあ、げて切ることできるんで、つなげることはできるんだけども、なんとなくバランス的に、うん、これぐらいの方がいいんじゃないかな。で、ちょっとこう、何、上から残ってきた毛先の方はちょっと軽くしてあげる。量を減らすだったりとか、まあ、段を少しつけて、量も減らしながら軽くしてあげるっていうバランスの方がいいんじゃないかなと思う。うん。だからそういう面では2ブロックになってるってことだね、ここは。うん。そう。だから2ブロックの仕方だよね。バランス、長さのバランスを変えてあげることっていうのが、一つ、大事かなと思います。うん。でもそんな難しくないね。ちょちょんって出来上がる。で、J-HOPE。J-HOPE でしょ。うん。ダンスが上手い。ダンスだっけ、このダンスが上手いんだっけ。ね。まあ、これなんかは別に大したことはない。どっちでもいいけど。2ブロックしなくてもいいけどね。うん。やげ。うん、サイド甘めの刈り上げ、耳上ぐらいのさ、鉢下ぐらいな感じで甘めに刈り上げてもらって、でそこに乗っけてきて七三パートでオールバックにすればいいだけだから、まあそんな大して難しい、別に普通によくある感じの髪型かなっていう風に、うん、感じます。で、まあボリュームが持ってたらダウンパーマとかしてちょっとボリュームね抑えてもいいし、別に2ブロックにしちゃって2ブロックを甘めにね、うん、刈り上げて上から残して七三パートでやればいいけど、後ろも刈り上げるのが大事だね。これは2人と違って後ろも刈り上げてる、甘めに、うん、後ろも見せないような感じにして、まああとはセットでこう七三パートにして7の部分をさ、こうペロンってペロンって落としてあげる、うん、ぐらいでいいんじゃない。そんな別に何か難しい髪型なのかって言われると、まあ、そうでもないっていうのが印象的かな、僕のイメージではね、これは、うん、どうだろう、よくいないな。重く残すのはポイントなんだよね、これ。ちょっとあんまり軽くしすぎない、重く重く残してるのがポイントなんだけど、正直人による、もうちょっと軽くした方がいいっていう人もいればっていう感じかな。うん、はい。で、この RM だっけ、 RM 彼なんかは別に普通の、まあなんともないショートヘアだよね。なんともないよね、別に。うん、刈り上げまでいかないけど、うん、なんだろうね、これなんて言ったらいいんだろうね別に刈り上げてもないけど、
まあ、長めの刈り上げまでいかないけど、ウルフ襟足残してるからね、サイド短くして、前髪、前髪と襟足残してるね、まあ上の部分とっていう感じで、これのポイント的にはまあ一つ、まあよくある、韓国とかのさ、あれでよくあるスタイルで、耳周りを短くする、ここの部分をぐーっと短く、もうギリギリまで短くしちゃって、この辺はスカッと見せちゃう。要はまあ、けどこれって昭和とかの日本人の男性とかさ、まあ、それこそアイドル、昔のアイドルとかもそうだし、まあ、アイドルじゃなしにしても70年代80年代の人たちの髪型ってこの辺すっきりして重さを残してって、まあ、それに今の場合はまあカラーだったりとか、まあ、デザインが少し入ってきてるっていうので、ベーシックなベースな形っていうのはもうその時代から続いてるんだよ。昔からあるスタイルをちょっと変化させてってるっていう、まあ、時代とともにね、バランスを変えてるっていうだけだから、基本的に別に昔の日本のヘアスタイルもこんな感じだったんだよ。まあ襟足が長いね、これだったら襟足短くするのが結構みんなちょっと邪魔なんでっていうけども、まあ襟足をちょっと長めに残してデザインをしてるっていう感じだから、まあそこさえ分かればそんなに難しくはないかなっていう気がします。あとはブリーチどこまで頑張れるかっていうところだから、そこだけ注意してやってもらうといいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。